お辞儀から始まりました。皆さんこんにちは、さゆりさこころです。今回はトラックマン第2弾2弾、はい、もうでも結構あれ冬ですよね。冬ですよ、半年ぐらい前経ちましたね。半年ぐらい前に撮ったトラックマン見ていただけましたか？あの時は入射角と、そうです、まあ飛びと曲がりは別々だよっていうことで、はい、前回やったんですけど、今回はじゃあヘッドスピード、ヘッドスピードプラスミート率、ミート率、どんなにトラックマンを使ってもやっぱヘッドスピード上がらないと最終的にボールは飛んでいかないので、実際この世界の公式測定器でどれだけのヘッドスピードをコールさんが出せるか、出せるか、でそのヘッドスピードでどれだけ効率よくボールを飛ばしてるかっていうところで、まずミート率を見ていきたいと思います。ではですね、はい、まずヘッドスピードを、測定させていただいて、でその後このワンスピードっていう棒を振って、これエリートですね、エリートの、そうです、はい、エリートグリップのワンスピードを振ってこう上下、まあ、左右っていうんですかね、これ重さ違うんですよ、実はこっちと、こっち、上と下、そうそう違うの でこれ両方振ることによってヘッドスピードが多分初めて変わってきますので、ちょっと10回ずつぐらい、こっち10回、軽い方10回、重い方また10回 で最後も思いっきり5回ぐらい軽い方もう1回振ったら多分変わると思うんで、ちょっとまずヘッドスピードを、まずじゃあこんなもんか、はい、35、ブンブン振る、結構ガチですけどさ、10回腰入れて、じゃあ10回で、この逆にして、もう1回、いや、これだけですごいいい運動になります。ウエストシェイプの全然違う、持ってかれちゃいますね。そう、その部分は持ってかれて振っていいと思います。持ってかれていいんですか？そこは、はい、そっち側は振るの。で逆にして、逆にして5回ぐらい本当ガチで振ってください、思いっきりもうドラゴン選手になってる。めっちゃ軽い、ほら、そうゴー、 OK、 これでヘッドスピードがどれだけ変わったか、目指せ36、ほらいった、めっちゃ軽く感じる。おー、上がりました皆さん、36.7、しかも1回で、そうさっきまで1回も行かなかったんですよ、ね、36.7いったんで、ちょっともう2球ぐらい、もうちょい上がりそうですよ。ヘッドスピードが上がらないとゴルフがつまらない。ほら36、まだ36キープできます。あー35、あれ落ちちゃった、落ちちゃったよ、思いっきり振って、それの感覚で、これ重い方だ、全然違う。いいですね、簡単にできるから、なんか直すとかもないし、そうヘッドスピード上がらないでやっぱ戦えないし、そうだ、36.2、おーいいですね、36出れば、36出ますね、これ1回振るとね。ただ、この36ヘッドスピード出てるんですけど、ミート率を今度見ていかないと、うん、出ればいいってことじゃない、出ればいい、効率よく、それをちょっと次やりましょう、はい、今ヘッドスピードを測定したんですけども、続きましてこっちの数字、これスマッシュファクターといいまして、ミート率なんですね、初速割るクラブスピードで、この効率の良さ度合いが出てきて、ドライバーは 1.50 っていう数字が一番いいんですよ。 1.50、 そうで 1.52 とか53とかいっちゃうと、これ高反発なんじゃないんですかみたいな扱いにもなるので、なんで、まあ、今から実際にコースで使っているボールをここで実際打って、はい、打ってもらって、このミート率がどれだけいいのか、もちろんヘッドスピードを
上げながらミート率も上げていくっていうのが一番いいですね。ヘッドスピードを落とせばある程度ミート率が上がるんですよ、うん、それでは結局距離伸びないので、ヘッドスピードも今36ですけど37目指して、これも1.50、ミート率も 1.50 を目指しましょうっていう挑戦を今からしていきます。お、37.2 出たんですけど、ミート率が 1.29 ってこの非常にもう最悪な数字です、これ最悪なんですか。はい、もうアイアンで打ったぐらいの多分ミート率です。お、1.40。 お、ダメですよ。ダメですか。 1.5 です。おかしいぞ。1.38 1.40。 ドライバー変えましょう。お、ほらすごいでしょ、見てください、 37.5。 おミート率 1.47。 ちょっと全然違う。全然違うんですよ。だからクラブが合ってるんですよ、こっちも。エピということで、結局クラブもちろん技術も必要なんですけども、自分に合ったクラブを探すことによってヘッドスピードも上がってミート率も上がる。はい、ちょっともう一回、どうぞ。まぐれかもしれないかも。確かにね。いやー、ブレた。でもた、でもヘッドスピード、はい、38、38.6 です。でも今40の気持ち。まあまあまあ、まあ、ミート率は 1.34。 おお、今頑張る。 39.3。 わー、すごい、どんどん上がっていきますね。ただミート率が悪い。ミート率がすごい。ってことは、私が試合で調子いいときはプラスミート率がいいんですよ。そうです。だから飛ぶんです。そう、これは全然飛ぶんですよ。なんだけど、ミートが締める時のヘッポコ具合が半端なかったから、あ、それが分かりますね。すごい。そういうこと。このワンスピードを振ることによってヘッドスピードが上がり、また自分に合ったクラブを振ることでさらにヘッドスピードが上がってしまったんですね。まあヘッドスピード上がりましたし、ミート率も、はい、上がりました。勉強になったと思うんです。勉強になりました。なんかこのクラブのの方が飛ぶなってのは分かったんですけど、なんでこんな差が出るんだろうって、私のミート率がなんか悪いってことですね。そうです。それはまあレッスンに通っていただいて、はい、コーチと解決を、はい、していっていただければいいと思います。第3回のトラックマンを使っての練習、はい、まとめは、はい、まずヘッドスピードはこういう練習器具を使ってある程度、うん、振っていけば、誰でもヘッドスピードは上がっていきます。でも全然その前後で振ることが大事ですね。そうです、そうです。この重みを、そう、振ることがやっぱ大事ですね、うん、はい。でやっぱヘッドスピードが上がらないとボールは絶対に飛んではいかないんですけれども、ヘッドスピードだけ上げてもこのミート率もしっかり、上げてこないと数字を、まあせっかく速いヘッドスピード出てるのに全然飛ばないっていうことになるので、うん、まあ、飛びに関しては、まあ、打ち方ももちろんそうですけども、この2つの数字をぜひ見ながら、皆さんも頑張っていただきたいと思います。はい、ヨシさんに締めていただいたので、はい、皆さん、すいません、締めちゃいました。たまにはこういう、なんていうんですか、球を打つね、練習も大事なんですけど、そう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 、数字で知るっていうのも大切だと思うので、ぜひ早道になります。やってみてください、はい、トラックマンね、購入ってわけにはいかないので、なんかそういう、ありますよね、いろんな施設が、ね、あります。都内の有名な、ゴルフショップには置いてあります。ぜひそこに行って自分のヘッドスピードをですね、ちょっと試していただいて、はい、皆さんもぜひヘッドスピードを自分の調べてみてください。バイバーイ。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。